まず総合計画、実施計画、策定方針についてでありますが、今回の計画は第6次総合計画を策定後、最初に策定する実施計画であり、2050年の将来の宇都宮像である輝く人の輪、つながる街の輪、魅力と夢の輪、宇都宮の実現に向けて重点的な取り組みとして位置づけた戦略事業やまちづくり交換,交換プロジェクトをはじめとする施策事業の 具体化を図るものであります具体的には、本市の先駆的な取り組みである、ネットワーク型コンパクトシティの宇都宮独自の地域包括ケアシステムの連携、連動をはじめ、AI、AI IoT などの ICT の利活用による市民利便性の向上や産業の活性化、また人や企業に選ばれる街の実現に向けた宇都宮ブランドの発掘、創造、発信など、分野横断的な 取りりり組みみ、を積極的に盛り込み戦略性の高い計画として参ります。次に平成30年度行政評価の結果等についてでありますが、本市におきましては、総合計画に掲げた目標の振興管理を行うため、毎年度行政評価を実施しております。本年度の評価結果でありますが、施策評価につきましては、83の施策におきまして、順調またはおおむね順調という結果となり、 事業評価につきましては、878事業のうち、63事業におきまして、サービスの充実や事務の効率化などを取り組む見直しを図ったところであります。また、市民の皆様が誇りや愛着を持てるような、全国に誇れる,誇れる事業といたしまして、独自性や先進性などの観点から、冷熱エネルギーを活用した大谷地域の振興や、 市街化調整区域における土地利用の推進など6事業を日本一施策事業として新たに選定したところであります今後は評価結果を予算編成等で活用するとともに日本一施策事業のさらなる PR に努めてまいります次に宇都宮市健康づくり事業者表彰についてでありますが本制度は働く世代の健康増進を行う健康経営の契機などにするなど 社会全体の健康づくりの意識醸成を図るため、従業員の健康づくりに積極的に取り組んでいる市内事業者を表彰し、その取り組み内容をひどく周知する県内初の制度であります。制度の概要といたしましては、従業員の特定健康審査、がん検診の受診勧奨に取り組んでいるなど、4つの健康づくりに関する基準を満たしている事業者を表彰するとともに、 受賞、事業者名と取り組み内容を広報誌やホームページなどさまざまな媒体を活用して広く PR するものであります。8月1日からの募集開始に向けて広報誌やホームページなどを通して事業の周知に取り組んでまいりますので多くの事業者の応募をお待ちしております。次に平成30年度宇都宮市総合防災訓練の実施についてでありますが今年度の訓練につきましては 8月18日土曜日、午前9時から正午まで宇都宮市洋南小学校を会場として39地区の自主防災会や防災関係機関など、多くの方々のご協力により実施するものであります。訓練内容につきましては、大地震や豪雨災害の発生を想定したより実践的な訓練となるよう、今年度は新たに協定締結事業者との連携による ドローンを活用した情報収集や、ミアラジーを活用した情報伝達訓練、地域と行政が連携して避難所の設営を行うなど、地域との連携や防災関係機関によるライフライン復旧などの応急対策,対策力強化に重点を置いた総合的な訓練となっております。また大阪府北部地震や 西日本での豪雨災害を受け、今回、新たに平常時のブロック塀の安全点検チェックポイントや、地震発生時のブロック塀倒壊の危険性、さらには市が発表する避難情報や、水害時に身を守るための避難行動について、周知啓発いたします。 ご来,場ご来場された方々にも体験していただける地震や初,初期消火などの体験コーナーのほか、非常食の無料配布も行っておりますので、多くの市民の皆様方のご来場をお待ちしております。